時刻は午前3時になりました。こんばんは、ランパンプスの小林よしゆきです。こんばんは、ランパンプスの寺内ゆきです。オードリーの春日さん、若林さん、お疲れ様でした。しょ、週替わりパーソナリティが担当する土曜日のオールナイトニッポンゼロ、今週は我々ランパンプスが担当させていただきます。お願いします。お願いします。ねえ、ご挨拶もさておき、とりあえず言っときたいのは、今日、予言者は来ません。予言者。はい。なんかね、新しいっすね、いろいろ。そうですね。予言者が来ない理由としては、小林さんが聞いてないからっていうのもあります。予言者っていうのは何で、なの何であなたはそんなこと言うの？ あのね、これ聞いてくれてる人は結構マジカルラブリーさんのオールナイトニッポンゼロを聞いてくれた方が今、こう、この前、つい最近ゲストに出たから。なんかあなた一人でね、スケジュール入ってるなと思ってたけども。どうしたのあれは。そう、マジラブさんのオールナイトに、先月出て、なんか僕が神様から、そのお言葉を授かってる予言者。あ、なるほど。その、未来を予言するんじゃなくて、預かってる側の予言。そう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 。なるほど。すごいね。イエスの言葉みたいな感じの、知ってる人みたいな感じになって呼ばれたのよ。あなたが。うん。聞いた？聞いてねえよ。なんで相方が出てるラジオ聞かなきゃいけないの？聞けよ。こっちが、俺。聞けよ、ちょっとは。別にスケジュール入ってねえし、俺。起きようとは思った、その時間。いや、寝てる。当たり前じゃん。3時なんか寝るに決まってんだよ。いや、今やってんだよ。ギリだよ。今ギリ？ギリよ。で、コーヒーも飲んだし、レッドブルも飲んだし。まあでもそこで、なんかいろいろ、まあ盛り上がったんだけど。あ、そうなの。まあ、野田さんからは、僕が予言者だってなって、その相方小林は、苦靴だっていうことになった。私が？うん。そんなことないですよ、ね。いや、俺はちゃんと否定したよ。あ、そうです。相方ですって。いや、違う、そういうことじゃないの。苦靴じゃないです。相方です。野田さん、俺のことそんな風に思ってたんだ。ちょっと今度会った時に、ちょっと抗議しようか。まあね、こんなこと言ってますけど、それすら聞いてなくて、今日初めましての方もいらっしゃるでしょうから。まあそうですね。僕らのこと知らない人、まあ、まあ、大多数でしょうから。もちろんそうですよ。ちょっとね、軽く説明しますと、はい、お願いします。かつて、月曜のオールネット日本ゼロを1年間、担当してたことがありました。あ、昔やってましたね。ねえ、まあ聞いてた人もいるのかわかんないですけど、その時の一部が中島みゆきさんでね。違いますよ。バブルのちょっと前でしたか？そんな前の話じゃないです。まだ90年代になる前か。90年生まれなんですよ、僕。まだ家電が緑だった時期。違います。須田将暉さんがオールナイトニッポンやってた時ですね。今考えるといろいろやりましたよね。まあ、あの時期。須田さんとね、なんか。いやいや、放送の中でよ。いや、一年間結構長いくね、やらせてもらったと思ってますから。新宿のアルタ前でね、リスナーとゲリラライブしたり。してません、そんなこと。何？ゲリラライブって何？ゲリラライブ。流行ったじゃん。流行った。僕らのやつを見て、郷ひろみさんが後にやったみたいな。やめなよ。俺ら何もやってないよ。あったじゃん。新宿なんか、てか、俺ら、そのゲリラとかで、外でやったことない。あと、あれもあったね。ん？リスナーと一緒に六本木の大通りを牛と一緒に練り歩いて。ちょっと待って、何の話してんの？やってない、それは。その牛をね、リスナープレゼントしてね。嘘つけよ、おい。なんだ、牛プレゼントされて喜ぶ人いないのよ。あんま応募来なかったんだけどね。その時。当たり前だろ、おい。農家しか来ねえろ。送る方もビビっちゃって。どうやって家に牛来てもって。送料とかどうなんの、それ。なんなの。あと、あれか。山口とか愛媛に住むリスナーの家に鈍行で行ったりね。それですね。寝泊まったりして。それはやりました、ね。ありました、ね。あれしんどかったですね。これだけ本当です。それだけ当たり前じゃないですか。すいません。行ったな、山口。あ、覚えてる？行ってますね。え、牛と練り歩いたの？牛と練り歩いてる記憶ないです。あ、ほんと？はい、ないです。あなたあるんですか？俺、あ、ごめん。何？最初の一つと二つは、田中義武さんのオールナイトだ。ごめん。間違えてた。そうだ。あーらいじってる。あーらいじっちゃってた。義武さんだ。牧場、花畑やる前の。ごめん。こんなことやってたんだね。そう。僕らはその鈍行でね、桃鉄みたいなことをしただけですから。霞んじゃった。当たり前じゃん。変な順番で言ったから。いい企画だったんだけど、ラジオ桃鉄。ごめん。辛かったよ、あれは。って言ってももう牛と練り歩いたなんて。いやいやいや。実際プレゼントしてるらしいし。本当？オールナイトニッポンってそんなことやってたの？当時はね。俺ら弱っ
そんな覚えてるわけないじゃん、みんな。まあ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 、でもやってたことは事実だからね。そうですね。小林桃鉄とか寺内桃鉄やりましたからね。やりました。そんなのね。実際にね。これ、聞いてた方も聞いていただいてるのかもしれませんしね。うん。あとは、ちっちゃいハサミ拾ったっていう。俺がちっちゃいハサミ拾った。いやいや、これ初めて聞く人は何も面白くない。90分間、うん、寺内がちっちゃいハサミ拾ったっていう週があった。あったね。寺内がちっちゃいハサミ拾ったんだよってずっと言う回あったね。ごめんなさい。初めて聞く方には本当に。すいません。謝罪を申し上げます。ごめんなさい。そうですね。あと教科書なくした、なくした、ね、ってねってね。小林の教科書が明日必要なんだけど、うんうん、ないって言って。ないとかね、そんなんとか。都内で今やってる保育、本屋さんをね、うん。教えてもらってね。で、24時間やってるのが大塚にあるみたいな噂が広まって、大塚の本屋さんにリスナーが4人ぐらい電話しちゃうっていう。そうそう。その後に俺が電話したから、あ、だから、ないって言って。怒られちゃったんだよ。いや、じゃあ、俺初めて電話してんのに、リスナーたちが頑張ってくれて電話しちゃったから、もうないって。その教科書はないですって怒られちゃう。っていうのがありましたよね。そんなね、聞いたことある人は懐かしんでいただければと思いますけどね。ねえ。うん、まあそんなのがあったのが、まあ4年前です。5年前に始まって4年前に終わったっていう。そうですね、ありました。まあでも、まあまあ、はい。多くの人が疑問でしょう。なんでしょう。なぜ今このタイミングで、我々ランパンプスがこの枠を担当しているのか。うん、でも僕らまだ言ってないです。芸人です。それもわかんないかもしれない。言わなきゃバレねえんだからさ。何になろうとしてる。ちょっとツイッター検索したらいたよ一人ぐらい。何？ランパンプスってバンドかと思ってた。もういい名前つけたね。うん。だから言わなきゃ明言しなきゃバレないんだからさ。そうですね、うん。いいのよ。言った方がいいよ。なんでバンドマンとしてちょっとでもカッコつけてえじゃん。別に俺らの得意なところじゃん。まだ正体バレてねえっていうのが強みじゃん唯一の。強みじゃないんだよ。弱みなんだよ。まあまあ、これを今できる理由として、はいはい、枠が空いてたからっていうのが、一番大きな。この土曜日のゼロの枠が、週替わりで、たまたま空いてて、普通はね、その人気が出てきたとか、うん、売れ始めて復活みたいなのがありますけど、ご安心ください。あの時から1ミリも変わってないです。そうですね、現在地は変わってないですね。なんなら人気は低迷。もちろん。もう、お肌はボロボロ。4年前です。枠が空いてたっておっしゃいますけど、うん、あれ、終わってから4年以上経つんですけど、うん、本当に枠空いてなかったか。あ、枠空いてたら、入れてくれたって言うんだったら、うん、他にも空いてたタイミングがあったろと。って思うんだけど、うん、まあ僕らがその順番がどんどん。後回しな。ありがたいよ、ほんとに。ありがたい、ありがたいはあるよ。うん、ありがたいはあるけど、そんな言い訳すんなよって思う。今だって。今だ、ランパンプスがいたって。このタイミングだ！ねじ込め！餅つきみたいな。よかったですよ。そうですか。なのでね、初めて聞く方もね、うん、お相手していただければと。はい、幸いでございます。思いますけれども、うんうんうん。そろそろ始めていきますか。はい。そうしましょう。それでは、行きましょう。行きましょう。行きますよ。行きます。ランパンプスのオールナイトニッポンゼロ。改めまして、こんばんは。ランパンプスの小林修樹です。こんばんは。ランパンプスの寺内優希です。はい。懐かしい。歌詞覚えてください。1年やってたんです、この音で。懐かしい。マジ1年ぶりに、4年ぶりに聞きますね、本当。まあそうですね。なんか懐かしい気持ちになりますけど、いやいや、ましての方もいらっしゃいますから、改めましてね、吉本興業のランパンプスと申しますので、よろしくお願いいたします。はい、芸歴が今年12年目。12年やっております。オールナイトやった時は7年目でしたね。ああそうですね、7年目でオールナイトやってるってさ、うん、ちょっとさ、売れそうじゃないね。マジ売れそう。売れそう。しかも700組のオーディションで勝ち上がった1組。そうなの。売れそうだよな。売れそうだよな。売れねえな。おっかねえよ。日本放送見る目ねえな。いやいや。悲しいそれ。俺らが言うの悲しい。本当見る目なかったですね。うん、ねえ。いや本当ですよ。でそっから4年経ちまして。ランジャタイと争ってましたから。あ、そうだ。ランジャタイさんとゲスト来た時あったもんね。ありました。ランジャタイさんとランパンプスどっちが
パーソナリティやるんだって話になってたらしいですよ。ああ、うん、いやそれ間違えてますよ、2択2択ミスったね。ミスってますね。いやでもありがたいっすよ、うん、まあ、12年目っつってもあんまピンとくる方がね。まあ確かに12年ってね、特殊な芸人の業界ですから。まあ、あの同期、あ、同期いますか。言っとくと、あの、うん、ジャカルタ48ですね。インドネシアのですか。はい、48グループ JKT、 ジャカルタの JKT48 と会ったらタメ口です。インドネシア語です。何やってるんですか。全然。ちょっとごめん、整えてから言うね。うん、霜降りです。コロチキです。ザズリーです。そこと同期です。雷です。雷です。あ、クマムシです。なんでクマムシだけ。クマムシぐらいだったら全然大丈夫。やめろよ。うん、まあまあそこら辺と同期でございます。うん、そうですね、はい、うん、まあでもこの4年間いろいろあったと思いますけど、はい、うんうんうん、まあ晴れて復活、まあ一夜限りでございますけれどもね、はい、したということで、うんうん、先にメールテーマだけ募集させて、メールテーマ発表して募集させていただきましょう。はい、お願いします。今日のテーマは、うん、復活してほしいこと。あ、いいじゃないですか。うんうん、まあ我々復活ということでね、うん、ラジオ番組に限らず、うん、その好きだったのに消えてしまったマイナーなジュースとか、うん、飲んでたやつあんのかな。アンバサとかねえか。アンバサ見ないね。見ないよね。でも名前を変えて存在はしてるよね、絶対。味はがカルピスソーダだから、ね。形を変えていろんな飲み物の名前になっているから ね、 そうだね。燃焼系、燃焼系のやつとかね。アミノ式ね。アミノ式とか見ないよね。 あともう一度戻ってきてほしいブーム。ブームね。時代の流れとともになくなった社会のルール、うん、など何でも結構です。復活してほしいこと、うん、なんかあります。いや、あの僕喫煙者なんで。おう、もうちょっとしんどい。あー、場所がないんだ。場所がない、もう怖い。昔の映像とかさ、たまに出るじゃん、そのテレビやらさ、うん、動画とかで。あんなみんな吸ってたんだ。喫煙車両とかあるね。え、電車行かれてんのかな。どっちが行かれてんのこれって。いや、だから今の方がやっぱ住みやすいは住みやすい、ね、そうだね。分煙は素晴らしいことだと思いますけどね。うん、もうちょい吸える場所が欲しい。ちょっとだけ、ちょっとだけ復活してほしいな。確かに居酒屋さんでも吸えないもんね。吸えないね。あなたも吸わないから分かんないかもしれないけど、まず探すから。なんかコミュニティあるよね、喫煙者コミュニティ。知ってる場所を教え合うみたいな。うん、そう、あるあるある。あのね、その街中で知らない街に降ろされて、目隠しされて、うん、寺内さんと僕でどっちが喫煙所先に探せるかゲームしたら、喫煙者の方が圧倒的に早いから、この辺だろうなって鼻聞くのよ。匂いするってこと？匂いというか、この辺っぽい。橋ありゃこの辺だ、みたいな。橋？うん。その、ブリッジがあったら。ええー、そうなの？ブリッジは近いんだよ。喫煙所？喫煙所。意外と？意外と。川の方向かえ、とか。あんのよ。そういうこととかあるんでね。あ、喫煙所が多かった時代。うん。タバコをお店で吸えた時代、もうちょい復活してほしい。そう。寺井さんあります？僕、テレビでのおっぱいかな。見ないねー。見ないじゃん。見せないねー。見てたよね。見てたよ。それこそバカ殿とかはさ、うん、当たり前のようにあったけど。寺井さんが30、今年 5? 5。僕33の年ですから。うん、その時、子供の時はもう、おっぱいを見るために夜更かししてたよね。そう。小学生ぐらい？そう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 。なんで出な、トゥナイト2とかさ。あったあった。あとはあの、テレビ埼玉とかでしかやってない愛に来いっていう、うん、なんか赤ひげ薬局が一社提供の深夜番組。あんの、その。ほら、知ってる方いるもん。あ、そう。そこだと、なんか大阪のラブホテルで、はぁ、見たことあるわ。なんかやたらおっぱい出してくれんのよ。ありがたいね。あれ懐かしいじゃん。うん、やっぱ。そんな簡単に見れる時代じゃないもんね。そうよ。お金かけなきゃ見れないから。もちろんもちろん。で、YouTube も緩いみたいな感じじゃないじゃん、もう。うん、逆に規制厳しいみたいになってるから。確かに、そうか。うん、復活してほしいと。そういうの復活したいね。うん。ということで、皆さんも送っていただければと思います。はい、メールはこちらでお願いします。rp@allnightnippon.com、rp@allnightnippon.com、rp は、小文字のアルファベット、ランパンプスの rp です。メールの件名はいかがなさいますか？本当
とはおっぱい。ダメです。ダメですよ。おっぱいでメールがいっぱい来るの嫌です。あとで、メールボックス見られたくない。日本放送。日本放送。見られたくない。こいつら復活。復活でいいですか？はい。はい。件名は復活でお願いします。します。ここで今夜の1曲目。うん。須田将暉さんで見たこともない景色。今聞いていただいたのは須田将暉さんで見たこともない景色でした。この番組は東京都千代田区有楽町日本放送の第2スタジオからこの後3時まで、この後5時ですね、5時まで生放送でお送りします。どうぞ最後までお楽しみください。なんかここラジオないなって時に聞くのはラジコだそうですそうですね、ここなんかラジオない時スマホがあれば聞けるですね。ランパンプスのオールナイトニッポンゼロのメールを呼び込むドロ。メールたくさん欲しい。カモンカモンメールカモンカモン。受付メールアドレスは rp@allnightnippon.com rp@allnightnippon.com rp のスペルは小文字アルファベットで rp となっております。インタビューとか受けまくるラジオのスタッフちょっと嫌。ツイッターはランパンプス ANN0 でたくさんつぶやいてください。深夜3時にトレンド入っても意味ない。皆さんからのたくさんのメール、ツイッターお待ちしております。言ったこと全部嘘だよ。ブンブンブー。ランバムスの小林修樹です。寺内優希です。はい。めちゃくちゃ言うじゃんお前。昔のコーナーね。え ?4 年前のコーナーの泥ってやつで、こういうこう欲望ぶちまけるっていうのがあったの。あんまそのインタビュー答えるラジオの人とか言うなよお前。まあまあまあ、そう、すいません。本当に。全部嘘なの？全部嘘！やめて、もうこれ喉しんどいのよ。もう、32になったんだからさ。懐かしいですね。懐かしいでございます。メール来てます。はい。リアクション、ラジオネーム、リンゴリン。うん。寺内さんがちっちゃいハサミを見つけた回ですが、うん、ちょうどオールナイトニッポンのインスタが開設されたばかりの頃で、最初の投稿がそのハサミの写真だったはずなのですが。さかのぼれ。今見ると消えています、うん。うわあ、うわあ。日本放送としても消したい過去だったっていうことでしょうか。最悪。やだー。違う違う違う。懸命、懸命な判断。いや、足跡じゃん。わだちじゃん。生きてきたじゃん。いや、そうそうたるメンツのオフショットとかがなってるんだよ、今、インスタだと。その一番最初に遡ってみて、ちっちゃいハサミ乗ってたら嫌だろ。一組の芸人のさ、わだちをさ、そんなすぐブルドーザーで、ザザザザザってやってさ。しょうがない、データ化社会だから。うわ、すぐさらちに。うわ、やだやだ。泣いたあ、いや、そうなんだ。あげてくれてたんだ、当時のインスタで。今だって、遡ってとか言った最初俺。遡ってテンション上がってたでしょ、うん、俺も遡ろうと思った。もう消されてます。なんだよ、おい。政府のやり方じゃない。政府だ、政府。悪行政府ね。悪行だよ、ほんとにもう。記憶にございません。やんうわ、やんなし。ハサミのことは記憶にございません。すいません。僕たちの心の中にちっちゃいハサミが。いいんだよ、そんなことは。そうっすよ。はい。で、うん、マジラブさんのオールナイト出た時にさ、うん、はいはい、ちょっと言ったんだけど、何流行ると思うって聞かれたの。はいはいはい。で、僕が興味持ったものがなんか5年後流行ってるみたいな。うん、流行ると思うとかはわかんないですけど、今興味あるのは、ポーカー。うんうん。や、なんか言ってるね、楽屋でもね。そうそう、好きですって言って聞いてみたら、芸人でも結構やる人がちらほら、好きな人いるね。いるみたいで、うんうんうん、でも、半年ぐらい前から僕アプリでやってんだよ。スマホのアプリで。はいはいはい。で、なんか日本でリリースされたから、うん、そのやつとかやってんだけど、まだ実際にトランプでやったことないの。でも7デッキぐらい必要なんだっけ、あれ。
いや、1デッキでいいの。あ、そうなんだ。1組のトランプでできるんだけど。あ、そうなんだ。で、どこでできんのかなって調べたら、うん、結構渋谷に何店舗かあんのよ。ええー、あ、そうなんだ。ゲームセンターみたいな感じで、アミューズメントカジノって言われてる。はいはい、はい。ポーカーできる場所が。エッチなお姉ちゃん行ったりするの？いや、普通の、ディーラーさんって言われる、男性も女性もいるお店とかもあったり。普通、本格的なんだ。そう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 。で、一人で行くの怖いから、うん、その劇場に、うん、今日行こうと思ったんだけど、うん、劇場に行ったんだけど、誰一人空いてる人いなくて、うん、で帰り際にたまたま会った万次郎の大寺くんっていう。大寺、うん。後輩、1年後輩に。そう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 、うん。ちょっと付き合ってもらおうかなと思って。うん、でもいきなりポーカー行こうって言っても、なんかわけわかんないじゃん。確かに。多分やったことないし。うん、だから一回ご飯挟んで、うん、ご飯食べてメニューが来た時に、うん、ちょっと俺この後ポーカーやろうと思うんだけど一緒行かないって言って。もうご飯食べる直前にね。うん。うん、断れねえっしょ。そりゃ。何何何。え？マルチ？その状況はもう断れねえっしょ。マルチ系の話それ大丈夫？で、その、まあ言ってくれるだろうなと思ったら、うん、ポーカーって何すかって。え？ごめんごめん。あ、トランプのゲーム。ああ、トランプか。大富豪とかみたいな感じで、やるんだけど、え、聞いたことないつって、うん。そしたら大寺くんが、うん、俺トランプやったことないっすね。いないいないいない。そんな日本人いない。まあ、世界でも少数派だよ。これだけで伝わると思うけど、もう大寺くんバカじゃん。ああ、バカだね。ちっちゃくてバカで元気でガッツじゃん。うん、サッカーしかやってこなかったらしいから、ね。そうなのよ。うん。で、サッカーだけ高校までやって、そっからすぐ NSC 来て、うんうん、で、1年後輩なんだけど、うん、で、ずっと仲良くしてたんだけど、まあ、いいよいいよ、初心者講習あるから、うん、大丈夫だ、ルールはわかるだろう、っていうのが、あって、大寺くんと、とりあえず行こうか。はい。そしたら、渋谷にある、その、一番僕が行きたかったところ、うん、世界の横澤さん、っていう YouTuber がいるの。はい。プロポーカープレイヤーの YouTuber。プロポーカープレイヤーの方。そう、世界のトーナメントとか出て、なんかそれを日本で、YouTube で発信してる。まあ、めっちゃすごい人なのね。めっちゃすごい、うんうんうん。その人が渋谷に、その、アミューズメントカジノ出して、うん、予約してみたら、うん、満席で、50人待ち。何人入んないそれ。もうでも入んのは、多分80人ぐらい入ると思う。え、そんな入るんだ。そうそうそう。すごいんだね。10人はいいですけど、でもそんぐらい入る。流行ってんだね。めちゃくちゃ流行ってる。うん、で、もっと最近できた、それちなみに今の横澤さんのところは無限大の裏にあるんだよ。あんだそんなところ。ゾフの上。吉本の劇場の上にある。うん、あ、その近くにある。そう、で、もう一個行こうと思ってんのが、うん、それも無限大の裏にあるんだけど、はいはいはい、そこも満席で20人待ち。もうブーム来てんのよ。知らない世界だ。で、もうここもダメかって言って、もう一個行こうと思ったのが無限大の裏にあるんだけど。なんなの？宇田川町どうした？宇田川町無限大を中心に3箇所にあるの。うん、え、何？芸人働いてんのそれ。一人も働いてない。何？怖っ。いや、すごい。で、たまたま空いてたのが、うん、その、最初小林さんが言ったやつじゃないけど、うん、女性が猫耳つけて。あら？ちょっとざっくりな胸元。あらまあ。のディーラーさんがやってる初心者向けのカジノ。でもそんぐらいの方がいいでしょ。そう、うん。そこで最初男性の方が、ポーカーのルールを全部説明してる、うんうんうん。で、僕もう半年ぐらいオンラインでやってるから。ルール自体は分かってるんだけど、うん、大寺君知らないから、うん、分かんないふりして、適当に相づちを。うん。その、初心者講習の裏回ししてたの。芸人のくせで、うん。そうそう。あ、これってこういう時どうなるんですかみたいな。知ってるからね。ここちょっと、ルール説明抜けてるよみたいなところに、ね。そうそうそう、そう、うん。ありますあります。したら大寺くんが、ちょっとむずいっすね。これ、何やったら勝つんすかこれ何が、何がすかって、ポーカーって、皆さんのイメージだと、5枚配られて、うん、いらないやつ3枚捨てたら3枚もらって、役作るってイメージありません？あみたいな、ね、うん、こと言ったら大寺くんが、いや俺トランプやったことないんですよね。いないんだよ。そんなやついない。そんなわけねえだろ。トランプやったことないの。やったことないの。本当に？で、フラッシュっていう強い役があって、とか、ロイヤルストレートとかあるね。はぁ、へぇ。これは、このトランプと一緒なんですかみたいな。この、最初に、役が書かれた小さい紙。はいはい、はい。もらに今ここにあるんだけど、こう。トランプっぽく？トランプっぽくねえの？全役が書かれてんの。うん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 、で、具体例が、うんうん、2が3枚、2が4枚あったら4カードだよ、みたいな、はいはいはい。
これ3が4枚あったらフォーカードじゃないってことですよね。まあ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 、まあ。容量つかめないのよ。ああ、応用力がないんですよね。そうそうそう。うん、ああ、そういうことですか。ああ、わかりました。つって、なんとか大人2人がかりで説明して、まあとりあえずやってみようってことで。大人2人がかり。最初知らないふりしてたけど、俺も全部、全力でもう説明に当てて。うんうん、そこに時間割いてらんない。もうやりたいから。うん、そしたらそこは、3000円で350枚のチップもらえる。うん。3000円で350枚。まあ、350ドルって呼んでるんだけど、まあ、実際のドルじゃなくて、うん。その場所だけで使えるやつ、ね。そう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 。うん、で、一ゲーム参加するのに、うん、まず3ドル。あ、結構遊べそう。そう、だから、最低でも100ゲームぐらい遊べますよ、みたいな。うんうんうん、こう説明してくれて、あ、これじゃあ全然いいわ、って言って。うん、で、まあ僕、知ってるからさ、うん、まあ、ちょっとやってたんだけど、うん、やっぱ緊張感ね、独特の。まあ、勝負事だからね。そうそうそう。うん、で、そこで横でさ、大寺くん見たらさ、うん、この最初にもらった小さい紙、うん、見ながらさ、2枚見て、ちょっとこれ、え？わかんないっす。間違えてるやつ。まあでもいっか。まあ一回3って言って、とりあえず、みんなが同じ額出さないと次のターン進めないのよ。はいはい。で、全部で4ターンあるんだけど、うん、うまい常連さんとか、うん、猫耳のディーラーさんっていうカード配る人とかが、10ドルとかにちょっと、ふっかけてるみたいな。値上げしたりする、うん。で、実際強いか、嘘ついてるかわかんないんだけど。そういうゲームだもんね。そう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 。うん、で、それについてくか、やめるか、うん。それとも倍以上かけるか。で、はったりかますみたいなね。そう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 。あるね、そういうのも。そうなんだけど、大寺くんは全くそういうのわかんないから。わかんないね。これは、今僕何やればいいですか？ダメだよ。いや、今10ドル出てるから、10ドル払うかやめるかです。うん、ああ。じゃあ10ドル。って言って。ああ、もう。出して。で、僕はもう降りて。うん。そしたら次、その人が、30ドル、うん。あらあらあら。あら。かけてきた。ちょっと高くないですか？突っ込むとこじゃないね。そういうゲームなんで。いやでもさっき10ドル出しちゃってもったいないな。まあ、いっか。30ドル。あららら。あらららら。こいつダメな人だな。で、次、最終ターン。うん。向こうが60ドル。あらら。だって350しかもらってないんだよ。そう。勝ちに来てんねん。あら。はぁ、もう。こういうことか、ポーカーって。大寺くん。そうね。なんか、空に向かったやつ言うからな。足難しいわつって、60ドル。出して。バカだ。で、向こうが、ワンペア、エースの。ああ。強いカードのエースって。強いね。はあ、これじゃワンペアか。俺わかんねえっすわ。ってパッて見したら、ストレート完成してる。うまー何こいつうまーいや、これ、本当にルールしてる人がやったら、マナー違反なのよ。もう、知らないふりしてるとね。口ばっか言って。うん、まあまあ、まあ、ルール違反じゃないでしょ。マナー違反でしょ。マナー違反うん、うん。ルールは守ってる、うんうん。で、その時に、なんか常連さんとかディーラーさん、一回ピリッとしたのよ。わかんないふりして、ああやってるじゃない。かましてきてる。でも、大寺くんは純粋だから、うん、これ、勝ったんすかえこれ何どれ7枚あって5枚でまあ、ありがとうございます。って言って。全然楽しそうじゃないなと思って。すごっ。そしたらまた同じような状況で、50とかなって、うんまあまな、しょうがないからコールって言ったら、次フラッシュ完成してるとか、バカ好きなの。で、何も考えなしにやってんのよ。あだけど、一回入れたら、こう、食いついてっちゃうから、うん、降りないから、うん、最終的になんか勝ってるみたいな。で、まあ、弱い時は降りたりするんだけど。まあそうだね。なんか雑談しててさ、大寺くんがさ、今日、オールナイトニッポンっすよねみたいなこと言って、うん、一応そうだよみたいな。うん、いや、マジ、羨ましいっすわみたいなこと言って。うん、なんか、勝ってるからかわかんないけど。たんたらたん。たんたらたんたんたらん。だるだる。たんたらたんたんたらんって言いながらポーカーしてんの。大寺くん、それやめて。ムカついちゃう。マナー違反です。ムカついちゃう、うん。ちょっとやめて。うん、先輩らしこっち、うんうん。そしたら、ディーラーさんとかからも、ちょっとやっぱ、過度にうるさすぎると、一回注意みたいなのがあるんだ、うんうんうん。なるべくカード見た時にリアクションとかしない方が、うん、プレイのためです。ポーカーフェイスって言いますからね。そう。店員さんもポーカーフェイスをやった方がいいかもしれませんって言ったら、大寺くんが、はいはい、ポーカーフェイスってこっから来てんすか？
ポーカーってポーカーフェイスなんすか？ふわふわ。うわ、よかったーみたいな。何が？何？エジソン発明したなんか。知れてよかったーみたいなこと言ってて。発明家じゃん。もうバカすぎるこいつ。ああ、すごいね。でもなんか、なんとなく分かったのよ。うん。傾向を見てて、うん、なんとなくついてっちゃうけど、うん、弱いと降りるだろう、うん、っていうのが分かったから、ちょっと僕も仕掛けてみようかなと思って、うん、何ドルかかけて大寺くんついてきて、他の人降りて、うん、僕と大寺くんの対マンになった。ほら、差しで。そう、うん。で、今まで50ドル、60ドルとかの乗っかってきたけど、うん、僕、その時、役なしなのよ。うん、ほんと、はったれだけで言ってる感じね。そう、嘘つき、ブラフ。うん。で、120ドル。おら残り200ドルのうち、うん、120ドル入れたら。かました。うん。うわ、これかちょっと待ってくださいって言って、こう、ずっとカードと、その役の表を見て。うん、で、僕は、なんとなく大寺くんが役の表ばっか見てるから、うん、なんもないんだろうなっていうのは、なんか、動きで、挙動で。なんとなく分かってた。分かってたから、察知して、それやったんだけど、うんまあ、そっか。勉強っすね。って言って、120ドル。乗っかってきて。人。うわ、負けたと思って、俺役なしだわ。って言ったら、うん、ロイヤルストレート。わわわわわわわ。お前、ふざけんなよなんなん、こいつ。で、もう帰ろうっつって、大寺くんとバイバイして、うん、大寺くんだけ返して、うん、もう一回そのカジノ戻って、俺一人でポーカー。キモ。悔しいから君もそしたらまたすぐ負けた俺下手くそみたい運がないだけですオールナイトニッポンゼロニッポン放送キーステーションに全国ネットで生放送中ランパンプスのオールナイトニッポンゼロランパンプスの小林修樹です。寺内優希です。はい、メール来ておりますね。リアクション。佐賀市ラジオネーム、はい、確率論のパラテママ。はい。新規リスナーです。うん。えぐいくらい LINE ライブを求める声が多かったのですが、うん、普通にわからないです。当時何してたんですか？チンチンでも見せて LINE が撤退したんですか？何俺らのせいじゃないんだけど。は？いや、日本放送側でしょ、これ。なんで俺らがチンチン出したんだろうさ。え、何なの？え、誰？何？確率論のパラテママです。ママ？ママがそんなこと言ってんの？ママが言ってる。チンチン見せたって？見せてないんだけど。LINE ライブね。あ、でもそうか、カメラないんだ。ないね。僕らがやった時は LINE ライブだった。去年まで、ミクチャ。ミクチャがありました、ね。いろいろね、変わってってましたよね。でも今ないです。でなので、はい、だから、カメラにチンチンを映る必要が、ないから、ね、だからもういいんですよ、もう今日はもう出してもいい何も止まることはない。あ、そうか。うん、そうですよ。でもトゥルーマンが写真撮ってトゥルーマンオールナイトのインスタに上がる。そんな変なサブサッカーじゃないですよ。なんで急にやめてください。メール来てます。愛知県ラジオネーム、はい、チカヌ。チカヌさん。オールナイト日本のインスタグラムですが、ちっちゃいハサミの写真こそ消えていましたが、うん、新内舞さんに苦笑いさせるほど物議を醸した寺内の土色のマグカップの写真とカバンごと任天堂スイッチをなくした小林は残っていました。あ、苦い思い出だけ残されています。もうなんか恨まれることでもしたんですか？じゃあ忘れてるからさ、それ消してください。任天堂スイッチなくしてるの？そうカバンごと。ええー。うん。で、衣装変わった。衣装も入ってた。衣装もなくしたから。うん。最悪だったね。うわ。でも忘れてたから今思い出しちゃった。やめてよ。あったな、土色のマグカップ、うん。そうですよ。はい。まだまだメール募集しております。はい。アルピアットマーク、オールナイトニッポンドットコム。アルピアットマーク、オールナイトニッポンドットコム。はい。こちらまでお寄せください。ということで、まあ、我々ね、今喋ってますけど。うん。初めてこうラジオだけで初めましての方もいらっしゃいますから、まあね、ちょっと説明させてもらおうかなと思って。うん、確かに。こう声高い方のが小林で、うん、そうだね。はい、声が低いそうだねって言ってる方が寺内。うん。で寺内の方がまあそうですね。僕ら2011年デビューしまして、うん、その時小林が167センチで、うん、寺内が100
83センチだったんですよね。うん。これ身長差があるコンビだったんですけど。まあね。で、デビューして、4年目ぐらいですかね。2015年ぐらいに、うん、なんか寺内がいろんな先輩、久々に会う先輩たちに、うん、こう、あ、寺内ってそんな大きかったっけ？ってこう2015年ぐらいに言われる時期があったんだよね。うん、そうだね。あ、寺内ってそんでかい？お、でかいなーとかって言われるから、うん、まあ、僕いつも見てるからさ。まあね、近くで見てるから、ね。近くで見てるから、うん、まあ、180センチ超える人間って、なんかこう、忘れ去られて、見たら大きく見えんのかなみたいな。そうだね。あ、こんなでかいんだみたいな。久々に改めて見ると。そう、迫力あるのかなと思ってたら、うん、寺内さんが、急にネタ合わせ中に、いや、この前さ、健康診断行ったんだけどさ、身長測ったら184センチだったんだよね。1センチ伸びてた。4年、その、芸歴0年目の時に測ったら183。そうだね。で、芸歴4年目の時に184センチになった。伸びてた。でもこう、聞いたことがあるのよ。20代前半ぐらいまで伸びる人がいる。ああ、確かにね。うん。まあ、まさに20代前半だもんね。そんぐらいで。うん、で、あとは、その、まあ、朝測ったら身長大きくなる。うん。で、夜になるとこう、関節が縮まってって、ちょっとずつちっちゃくなるみたいな。確かに。そういうのも聞いたことがあったからさ。まあまあ、そうなのかな。誤差範囲、ね。誤差。まあ、1センチぐらいだったら誤差かなと。で、まあ、そこから時を経って、2017年ぐらい。だから僕らがオールナイトニッポンやってたぐらいの時期ですね。その4年前ぐらいに、その、東京保育マンっていうのがあったんだよね、昔、うん。その東京の保育支援サポーターをやるにあたって、保育士と同じような仕事をするから、その健康診断行ってくれと。ああ。その体調が大丈夫かどうかと。あと、検便とかもあったよね。そう、しっかりやんなきゃいけない。一回全部調べようって言って。で、その健康診断行かしてもらって。うん。ただ、寺内が、その、まあ、またネタ合わせ中にちょっと聞いてくれと。うん。まあ、俺、身長測ったじゃん。うん。185センチになっす。当時、寺内さん30歳ですよね。30歳で、22から30までで、寺内さんは、2センチ伸びてる。これおかしい。これは、まあまあ、人としてこう成長し続けてると。成長だね、うん、確実に。1センチは誤差だと思う。2はさすがにおかしいなと思う。うん、そして、まあ、オールナイトニッポンが終わって、うん、まあ、一昨年ぐらいですかね。そうで、寺内さんがただただその、寺内さんの個人の YouTube チャンネルがあるんですよね。うん。で、一人で黙々とご飯食べて何も喋らないっていう YouTube があって、うん、寺内さんはそれをずっと撮ってて。食いしん坊ゆうきくんね。そう。で、うん、外食行った時もずっと黙々と写真、動画撮りながら食べてる時期があって、うん、どんどん体が大きくなってたの。その横にね。そう、太ったんだよね。デビューした時は80キロぐらいだったんだけど、うん、その YouTube 食べ始めて、90キロぐらいまで行ったんだよね。うん、でもほんと首もちょっとぷっくらしてなくなってきて、うん、そしたら寺内さんが、まあ、30過ぎたし、うん、俺健康診断行ってくるわと。うん、もう一回ね。ね、おっしゃってまして、うん、で、健康診断行ってきたと。しっかり全部調べたと。そうそうそう。うん、体はね、健康だった。けどね、身長が186センチ伸びてた。32歳で186センチになってるの。怖え。で、一昨年怖え。怖え。怖え。10年で3センチ伸びてる。どういうことだと。で、いろいろ調べました。あ、え？ 186 センチ、90キロ、うん。巨人の菅野と一緒です。エース。巨人のエース、日本代表。菅野と一緒。本格右腕です。ストレートでまずは勝負して。俺巨人のエース？巨人のエースと同じなんですよ、まず。あ、そうなんだ。うん。で、またその、そっから、一回その何？ファスティングとかやらしたんだよね。ちょっと、太りすぎだから痩せろっていうので、企画でね、うん。そう、ファスティングやって去年の今頃ぐらいに80キロまでもう一回落としたんだよね。うん。10キロぐらい落として、うん、まあまたちょっとシュッとして、まあただ身長が大きい人だけになった。うん。どんどん伸び続けてるだけの人ね。まだ伸び続けてる可能性あるしね。うん、それでも、なんかまた、どんどん太ってくるから、うん、2ヶ月ぐらい前ですよね。ジム通い始めた、うん。そう、スポーツジム。で、ジム通い始めて、その、今90キロでジム通い始めたと。うん、で、その、で、どうなの成果はと。寺さんにネタ合わせ中に聞いたら、いや、体重が、ちょっとずつ増えてくんだよね、と。
筋トレしてるのに。うん。なんでか増えてくんだよね。うん、で、多分いろいろ調べたら、筋肉量でしたっけ？筋肉量。筋肉量だけ増えてって脂肪が減ってないと。そうそうそう。インボディって計測できるやつがあんのよ、今。うん、中の体脂肪量と、うん、筋肉量を。筋肉量計測して。そうそうそう。したら筋肉量が増えて体脂肪も減ってないから、どんどん体重が増えていく。そう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 。現象が起きてるから、うん、あなた、サプリを飲んだと。そうそう。代謝を良くしようと思って。肝臓のサプリ。肝臓ってのが、うん、1日に消費するカロリーが、筋肉と同じぐらいある。うんうんうん。から肝臓の働きを良くすると、代謝が上がる。基礎代謝が上がって消費カロリーが増える。増える。うん。から、肝臓の薬を飲んでる。そうそうそう。で、あと一つが、なんていうサプリ飲んでるんでしたっけ？キングパワー？キングパワー。うん。その、王の力みたいな。キングパワーっていうサプリ。それ何入ってるんですか？マカ、クロマカ、アエン、スッポン、マムシ？勃起薬じゃねえかよ、おい！おい、こら。何よ？お前、筋トレ口実にお前、勃起薬飲んでるな。違う違う違う。代謝を良くするために、キングパワーを飲んでんの。代謝を良くす、キングパワーを飲むとどうなるのよ？血行が良くなって、うん、朝から元気になる。それなんだよ。朝から元気になっちゃうために、お前は、勃起薬を飲んでんだろ、うん、じゃあ、もともと俺朝から元気よ。そういう意味で言ったら。そういう意味？そっちの意味で言うんだったら、元気なんだよ。だから、そこに不安はないの。35歳になって。代謝を上げたいダイエット目的のキングパワーなの。ダイエットサプリとして。そう、いくら？僕が買った時は、3ヶ月分1999円。安っ。安っ。が、70% 引きで600円ぐらいだった。安っ。70% 引きってあんの？そういうの。うん。在庫余ってんじゃん。で、6ヶ月分買った。で、1日1粒程度って書いてあるけど、2粒飲んだ。で、あなた最近、あれでしょ？趣味ゴルフでしょ？趣味ゴルフ。売れてない芸人が趣味ゴルフで。うん、ちょっと始めた。で、ゴルフやって、その、空き時間に筋トレ行って。筋トレ行って。で、仕事行って。うん。ご飯食べて、キングパワー飲んで。うん。シミケンじゃねえかよ。おい、こら。お前、AV 男優じゃねえか。いや、シミケンさん、シミケンさんもっと、ストイックよ。いやいやいや、お前、キングパワー飲んで毎日筋トレしてんだろ。うん。あれだ、AV 男優目指してんの。筋トレしてムキムキになって。やめてよ、違う。ダイエット目的。で、キングパワー飲んで。うん。筋トレして、休みの日はゴルフして。うん。プロテイン飲んで。プロテイン飲んで。朝から元気で。だから、その皆さんに紹介します。改めて紹介しますと、ランパンプスの寺内は、年々大きくなる AV 男優です。もうやめてよ。今日初めましての人いるんだから。虚婚者です。虚婚者とか言うね。すいません。ひどいって。気をつけてください。ランパンプスの聞くんだよ。5月8日。嫌いだった悩みの種も水をあげればいつか花が咲くでしょう。小林義行。岸飛鳥さん、元気ですか？寺内優希。僕たちずっと前からここにいた気がする。ねえ、今の言葉もう一回聞かせて。いつもありがとう。君におめでとう。ランパンプスのオールナイトニッポンゼロ。ランパンプスの小林俊樹です。寺内優希です。はい、ということでお知らせが、あ、はい、ランパンプスからお知らせがございます。はい、ランパンプス、5回目かな、第5回目ぐらいのランパンプスの単独ライブがございまして、はい、6月26日の、日曜日13時からございます。はい、場所が吉本有楽町シアターで、チケットの先行が、5月の14日の11時からで、一般が、5月の21日10時からなんですけれども、はい、その単独ライブのタイトルをお願いします。キングパワーありがとうございます。はい、これキングパワーを我々、全身全霊で単独ライブをさせていただきます。はい、無許可です。でも、あれなんだよね。本家は、全部大文字だっけ、う
K だけ大文字、他小文字。あ、そっか。うん。僕らは K と P が大文字。そう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 。なので。まだ逃げれる。てか、キングパワーに商標などない。うん、キングパワーという単独ライブやりますね。やりますので、6月26日の13時でございますので、ぜひぜひお願いいたします。はい。はい。テーマ来てます。復活してほしいこと、うん。ラジオネーム紅茶のおうち。うん、僕が復活してほしいのは、うん、公衆トイレのハンドドライヤーです。このコロナ禍に入ってからというもの、街中のトイレというトイレで使用禁止の札が貼られるようになったあの温風で手を乾かす機械、なんだかんだ今でもタオルやハンカチを忘れることは多いので早く復活してほしいなと思います。うーん、確かにな。確かに。使ってた？使ってる時は使ってる。でもほとんど使ったことないかもな、僕ハンドドライヤー。でも下にさ手入れてさ上にギューって両手上げていくタイプあるじゃん。ああ。あれは使ってたけどさ、なんか上からさ、そよ風みたいのかかってくるやつあるじゃん。あるね、壁掛けでさ。そうそう、下に向かって、あれ意味あんの？あれ意味あんの？確かに、効果的には弱だよね、あっちの方が。だって、結局さ、ズボンでちゃちゃってやっちゃうじゃん、あれ。あれやった後ね。やっちゃうじゃん。うん。だから多分俺、そもそもハンドドライヤーしないもんな。あ、ハンカチ持ってんだ。持ってねえよ。え？持つか。いや、ハンカチ僕今持ってるよ、ハンカチ。ちっちゃいサイズの。ちっちゃいサイズ。ハンドタオルみたいなやつだ。持ってないの。持つか。どこのツッコミなんだね。ハンドタオルなんて。え、面白くない？関西人さんと喋ってるみたいだけど。持つかは。持つか、そんなもん。持つわけねえだろ。持つよ、普通。34の男が。持てよ。バカなんじゃないの。ラジオネームカニ鍋。はい。復活してほしいこと。うん。30人31脚。うわ、懐かしい。めちゃくちゃ見てた。え、30人31脚は、炎のチャレンジャーではないか。それ系だよ。それ系だよね。テレ朝の。でも、派生してもそれだけの番組になったよね。あったあったあった。小学生とかが。ね。交互に足。そうそ そう。よーいで足すって下げるみたいな。そうそうそう。あったよね。あったあった。でっけえマットに向かって全員でバシンって倒れるやつだよね。マットに向かって倒ってた。あれね。名物先生が太鼓でリズム合わせるみたいな。ドン、ドン、ドン、ドンのやつ。僕らが小学生ぐらいよね。そうだ。いや、もうちょい上だと思う。うん、中学校だったから。僕らは出れない、僕は出れない年だった。僕ギリギリぐらいだったと思うんだよね。そうかもしんないね、もしかしたら。だから、その、集めようと思ったの、クラスのみんな。30人？うん。そこまで軽いシスマ性がなかった。当時の小林に。結局7人ぐらいで、やってた。やるんだよな。集まらんよ、あれは。でも、今さ、そういう、みんな、小学生とかが協力してなんかテレビ出るとか、ないよね。ないね。だからあれだよ、もう、その、なんか、ね、あの、プライバシーの侵害とかさ。ああ、そうか、そういうのもか。モンスターペアレントとか。いや、ポケビの署名とかマジ懐かしいんだけど。あったー、懐かしいね。ポケビブラピの。テレビ好きだった。署名運動対決。あれマジ個人情報じゃんね、今考えたら。そうだね。意味ないじゃん、署名しても。まあでも今ネットだよ、全部。そうか。ネット投票になっちゃうから、小学校で署名集めるとかやったもん。だそういうのがなくなったからみんな陰で悪口言うんだよ。ダメだよ。いやでも30人30脚はまだできるけどな。できるね。できるよね。やってほしいね。ちょっと見たいね。感動するかも。感動する。子供が頑張ってるのが一番いいんだから。おー、はい、ということでございまして、ランパムスのオールナイトニッポンゼロ、ここで一部地域の方とはお別れです。1時間お付き合いありがとうございました。一部地域の方とはこの曲を聴きながらお別れです。ワニまで共に。寺内先生、あのね。なんだい小林くん。北海道室蘭市の小学校の給食で特別メニューとして室蘭焼き鳥丼と芋団子汁が出たよ。室蘭市の小学校は月に一度テーマに沿った給食が出るんだけど、今年のテーマは日本を巡ろうなんだって。47都道府県で47ヶ月かかっちゃうね。ランパンプスのオールナイトニッポンゼロ。
ランパムスの小林義行です。寺内ゆきです。メール来てます。京都府京都市ラジオネーム、すずりの涙。はい。もしやと思って調べてみたのですが、うん、オールナイトニッポン公式ツイッターに上げられてたちっちゃいハサミの写真。あれ？消されてませんでした。はぁ、嬉しい。でも、インスタは消してツイートは残すって、逆にどういうことですか？なんかその、社会的メッセージに見えるからじゃないですか。文字が後に来るから。あの、写真だけだと、ね。写真だけだとなんかこう、メッセージ性強すぎる。強すぎるかも、ハサミから始まると。ちっちゃいハサミだけ乗ってるってさ、なかなかこう、企業的にね。なかなか下の文字まで見ないもんね。見ない、ツイッター。インスタって。インスタは見ない。ツイッターはさ、後に画像が来るから。いろいろわかるけれども。わかるけどもね。ハサミってなるもんね。なるなるなる。そう信じよう。うん。もしかしてツイッターの方が甘々なんだろうね。甘々、消し忘れの、うん。担当者が違うのかな。うん。そう思ってきましたね。ありがたいよ、でも。残してくれるのは。うん。三重県四日市市、うん。ラジオネーム、ルイ15世。はい。寺内。うん？ハンカチ持ってないの？うんこかよ。どうです？持ってんの？持ってるって俺。違う小林以外の人たちはハンカチ持ってんの？ハトリさんハンカチ持ってます。持ってる。絶対持ってないよ。持ってるって。本当っすか？え、ね、すぐ出せる場所あります？まあない。カバンの中とか。うん、だ持ってますよね皆さん。小川寺さんミキサーの方は？持ってる。持ってないでしょ。持ってる。いや今のタイミングは嘘の運じゃない。いいでも。だって、そうじゃないと俺だけじゃん、うんこ。やだよ、うんこ仲も欲しいもん。メール来ております。宮崎県ラジオネーム、ストロール。何？寺内さん、ポケットティッシュは持ち歩いてますか？持ってるか。持ってるわけないだろ。持てって。ポケットティッシュ？お前なんか人一倍鼻がもう、ビエンビエンいりませんって言うもん、配ってるとき。言うな。大丈夫ですって。持って帰れん。絶対に持って帰れん。配ってるやつもらわないようにしてんの、ポケットティッシュ。逆にじゃあポケットティッシュもらえたら何だったらもらうのよ。え、夏季限定だけど、うちわとかは全部。あるけど。あるけど。お前ち、ちっちゃいうちわ持ってんの家に。ちっちゃいうちわもらっちゃう。あの、穴だけのやつとかでももらっちゃう。穴だけのやつなんかあんな一番いらないよ、俺。いやいや、暑い時いいじゃん。あの、ちっちゃい絵のついてるやつとかはもう絶対もらうし。絵のついてるやつわかるよ。あの、穴開いてるやつもらってる。穴開いてる、あの、4080万でマンションみたいな。あるけどさ。え、穴なんだ。もらっちゃう。あ、紙だよ、ただの。いや、でも助かるじゃん。まあ、だからあれで手を拭こうと思えば拭けるよ。手で。うん。手のその、水滴をこう、スッとこう、削ぐこと。ハンカチとしてじゃなくて、こう、うちわのあの、鋭利なところで削ぐことはできるけど。もっとこうよ。もう34なんだからさ。もう5になるんで、あなた。ほんとみんな。35歳だよ。え、うんこ俺だけほんとうん。いやー、これ信じがたいな。いこの場所は、ここはもう皆さんしっかりされてるから。まあまあ、そうかそうか。俺だって男子高校生の時はうんこだったよ。俺だって男子高校生の時はうんこだった。でも25ぐらい超えた時からかな。もう俺はうんこじゃなくなったね。25から ?25 ぐらいかな。ちと結構俺うんこ多いと思うよ、まだ。いや、うんこ多いよ。30過ぎてうんこ結構いると思うよ。30超えてうんこ恥ずかしいね。いや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 。いいってもう。いやいや、じゃあ本当に。いいって。いやいやいや、持ってないって。この話ね、そんな長いことする話じゃないのよ。いや、悔しいよ。うんこ呼ばわりされてさ。いや、うんこじゃん、お前。いや、俺、ルイ15も怪しいと思うよ。自分でも予備軍だと思うよ、うんこ予備軍。自分が持ってないからかもしれないですけどね。悔しいよ。うん。てあんちゃん、ハンカチ持ってないのって。持ってない方がおかしいんですから。気をつけてくださいね。はい、うん。まあ、引き続き、まだ来てますかね。はい。テーマですね。うん、復活してほしいこと。うん。東京都杉並区、ラジオネーム、失恋したら絨毯を洗え。なんだそれ。
僕は昔 CM でやっていた竹藤の CM がまた見たいです。あのレオタードみたいな格好で大勢で踊っている CM を見て、なんか変な気持ちで見てた頃が懐かしいです。確かに。ああ、懐かしいな。同世代だね、多分。うん。でんってやつね。最後ね。上向いて足ちょっと曲げてね。笑う犬でパロディやってたよね。やってたわ。見てたな。懐かしい。なんかさ。センターマン。あ、センターマンも懐かしい。センターマンが踊ってたんだよ。ああ、そうだそうだ。最後やってたわ。そうだそうだそうだ。なんか、そのあの CM ってさ、うん、消費者金融？そうそうそう、竹藤。でしょ？うん。で、ちょっとエッチな感じもしたじゃん。なんかレオタード。まあね、女性のレオタードだから。いっぱい女性いてさ。うん。でもちょっと面白い感じもしてたじゃん。うん。なんかすっごいちょうど変なとこ通ってたよね、あれ。だから多分、印象に残ってんだと思うんだよ。ああ。エッチな CM はすぐ忘れんのよ。ああ、そうなんだ、意外と。うん、面白い CM もすぐ忘れんのよ。面白すぎて。うん。すっごい変な男行ってくから。まあ、印象には残ってるよね。で、ああいうことなんじゃない ?CM の素晴らしさは。ああ。めちゃくちゃ覚えてるもん。やっぱ、良かったのかな利用者増えたのかな竹藤。竹藤あの時。だって僕ら使える年齢じゃなかったじゃん。全然全然。なんか面白い CM としか覚えてなかったけどさ。ロンチュメチャンジャンじゃないですか。そうそうそう。ロンチュンジンジャンジャンジャン。本当に平等なのか。あ、それセンターマンの方。本当に。それごぶっとごぶか。違う。それセンターマンの方。ごぶっとごぶか。かーいー。でちょっと合わなかったけど。センターマンの。ね、これ竹藤だよね。じゃあ、それセンターマンの。原田さんのやつです。懐かしい。そうだよ、そうそう。そうだね。見てたな、懐かしいわ。懐かしいな、竹藤。はい、ということで、引き続きリアクションメールも、メールテーマも、復活の方も募集しております。メールアドレスは rp@allnightnippon.com、rp@allnightnippon.com です。続いては、こちらのお知らせです。お知らせ。こちらのコーナーです。コーナーですね。寺内、大きくなる何ですか？もともと大柄な僕、寺内の体がここ最近さらに大きくなっていると小林さんは言います。事実です。僕的には自覚がないんですが、うん12年で4年に1センチのペースで背も伸びている。うん体調が巨人の菅野と一緒、一緒ですね、プロフィールが、はい。何が原因なのか、全くわからないですが、この生放送で検証するというコーナーです。うん、キングパワーでしょうね。ああ。こっからまた伸びますよ、ね。ダイエットサプリ？どんどん。で、じゃあ、ボキ薬ダイエットサプリのキングパワーね。うんうん、ボキ薬実際、サプリ飲み始めて痩せたのよ、本当に。痩せてないですよ、あなた。いや、減ってんのよ、体脂肪が。やっぱすごいね、キングパワー。なんかあの、ダイオウイカみたいですよ、あなた。ぐにゃんぐにゃんで。ブヨブヨで。その当時と同じディレクターさん、船崎さん。船崎さんですよ。が、あの、ブースから、1回目の CM 中にさ、テラスさんってなんか割って入ってきて、何すかって言ったら、本当に大きくなりましたね。丸太みたいですよ。太めの筒って言われてさ。それってさ、久しぶりに会った人に言うことじゃないよね。失礼だよね。ひどいよね、あの人。丸太筒まあでもそうらしいわ。そうなんです。その原因を探ると。リスナーさんから僕の体が大きくなりそうなものをメールで送ってもらっています。何ですか？体が大きくなりそうなものをメールで送るっていうのは。それでは行きましょう。あなたが読むんですね。ラジオネーム、ブスだ3日でなれろ。はい。ピザ。あ、くー、大きくなる！これは大きくごめんなさい、ごめんなさい。まだ理解が追いついてません。大きくなる。これはじゃなくて。大きくなったね、ピザ。ピザがうん。食べたから。食べたら大きくなる。まあ、食べすぎたら大きくなるかもね。美味しいね。なんで、白鵬みたいになってるんですか？美味しい。あ、どうなんですか？ピザが一番美味しい。ピザ大きくなるんだ。うん。よく食べる宅配。大きいね。うん。ピザ。ナポリの釜、好き。薄めの方食べんの？もっと、ピザーラとか分厚い方が。5枚。うわぁ !5 枚ナポリの釜5。どうせあの、重ねてミルフィーユみたいにして食べんだろうな。東京都練馬区、ラジオネーム、モローシ。モローシ。AKA、モックオン。何ですか？
寺内さんの体を一回り大きくするための食べ物は、うん、海鮮丼です。海鮮丼は魚類に含まれるタンパク質や、うん、白米に含まれる炭水化物はもとより、うん、醤油に含まれるミネラルなど、うん、実は体に大きくするにはもってこいの食べ物なのです。あーどうしたどうしたどうした、大きくなる。デリリリリの人やめてください。おいしい。デリリリリのボタン押さないでください。白米だ。いや、それは飯食ったら大きくなる。マグロだ。おいしい。大きくなった。大きくなった。いやいや、ダメダメダメ。おいしい。やめて、勃起フェイスしないでください。お、ウニ、イクラ、マグロ、大きい。大きくないんですか？わかんないです。おかしくなった。大きくなった、嬉しい。大きくなったの。うん、あ、そうなの。美味しいの。ご飯が大きくなるのかな。神奈川県ラジオネーム、母を訪ねて、さあ、ゼンリー。ゼンリー。水で戻す前の高野豆腐。大、うん、っあ、どうしたどうした、どうした小さくなっちゃうよ。何なの、大きくなるわけねえだろうよ。あ、ちっちゃくなった。高野豆腐でよ。なんも黒もねえよ。水戻してからにしろ、セミで。だし、じゅーっとしみて。嫌いなのかな、全然大きくなんねえよ、こんなんじゃ。ヘルシーじゃねえか。あ、ヘルシー、あ、なるほどね。大きくさせろー、カロリー的な。おーい、大きくさせろー、聞こえるか、小林。あら、これ多分あれですね。大きくしろよ、目玉の親父インスパイアですね。俺のこと大きくしろって言ってんの聞こえてんのか、高野豆腐なんてよこすな、いて、やめろ、踏んづけんじゃねえよ。なんかさ、そのマジシャンがさ、こうなんか手のひらになんか入れてさ、しゃべ、おーい、あ、違う、一国堂さんだ、おーい、一国堂さんやってたわ、それ閉じ込めんじゃねえよ、開けてくれよ、一国堂やってたやつだ、一国堂が手のひらの中になんか妖精入れるみたいなやつじゃない、高野豆腐やめてくれよ、やってたやってた。ラジオネーム大人になったら、うん、広瀬すずちゃんのタオルケット、うん、ああ、すごく大きくなるんだよ。何これ、あ、でかいでかい、狭い、はい、ブースが狭いよ、ブースの中にパンパンに手の内が首で、うわあ、タオルケットで、やっぱり勃起の話だったんですか、いってちょっとそこ踏まないで、踏んでないですよ、ちょっと、あ、高野豆腐ちっちゃくすんじゃねえよ。なんでちっちゃくすんだよ。いやいや、魔法の言葉じゃないね、もう出してくれよ、こっから出してくれよ。だからそれ一刻堂だって。お前よ、なんで出してくれよ。だけどそれ一刻堂のそれ、一軍ネタだから。一刻堂の一軍ネタ、苦しい苦しいだろよ。一刻堂の一軍ネタラジオでやんな、お前口わかんねえんだよ。動いてるからお前。おい、やめろよ。ラジオネーム、ナルト巻き、はい、ゆうちゃみが使ったフェイスシールド、あれ、ゆうちゃみの次は、すっごく大きくなっちゃう。なんなのこのドラゴンボールみたいな音。いいって。あ、ゆうちゃみでもいいんだ。もう近いな、日比谷公園が。そんなでかい。すぐそこだ。おい、大丈夫かお前。ちょっと水たまりだな、この池は。池って言ってんじゃねえかお前。おい、小屋豆腐ちっちゃくすんねよ。出た、一国堂だ。出し染み込ませて、出してくれよ、出してくれよじゃねえんだ。なんで閉じ込めんなよ。おい、なんなんだよ、おい、お前やめろって言ってんの聞こえねえのかよ。小屋豆腐、おい、やめてくれよ。もう声も届く、小屋豆腐、小屋豆腐。喋れ、おい、ラジオで、ラジオ、お前鼻水垂れてんだけど、なんでそんな頑張ってんの、そう、なんでそんなに頑張ってんの、鼻水垂らしながら。はい、じゃないのよ、ゆうちゃみのフェイスシールド、ああ
新橋まで一歩。何なの何をずっと言ってんの都内、散歩で歩ける。何言ってんのもう自分壊れちゃってんじゃん、もう。ああ、じゃないのよ。フェイスシールドおいしい。食べんな、おい。大きくなれるなというわけでコーナーは以上です。あ、ちょっと待って、ナナナ言われたらすごくすごく大きくなっちゃう。なにこの終わり。ランパンプスの小林芳之です。元に戻りました。ランパンプスの寺内優希です。なんなん、危なかった。あれ大きくなりすぎた。大きくなりすぎた。危なかった。どこまで見えたのよ。あの大きくなった時の赤い秀和が見えた。どういうこと。同じぐらいだった。え、あれと同じぐらいだったんだ。どうしてそこまで大きくなっちゃったんですか。ですかと同じぐらい大きくなってた。危なかった。大変でしたね。危なかった。戻れました。小江豆腐のおかげです。はい、感想メールです。ラジオネームニードル。霜降りと同期か。同期の名前言うなよ。だから一刻だよ。やめろよ。おい、こっから出してくれよ。ピザピザ。ふぅ、なんだふぅって。元に戻ったランパンプスの寺内優希です。うるせえな。何なの。ああ、ひどいよ。ひどい。何だったんだ今のコーナー。三重県四日市市、ラジオネームルイ15世、はい、僕はコロナ禍でよく手を洗うようになったから持つようになりました。うん、寺内なめんな。うんこお前だけだよバーカ。そうだよ、ご時世だよ。あ、確かにね。うん、ご時世だから、それはやんなきゃいけないよ。さっきのその、あなたがハンカチ持たないって言ってるわけでしょ。うん。だ、今ご時世的にはやっぱ持ってる人多くなってって。でもハンドタオル置く場所増えたよ。増えたよ。うん。だ、おしぼりももらう。それ向こう頼みじゃない。うん。だ、お前だけなの、うんこは。え、だからタオルが、いらない世界になってきてる、だんだん。だってアルコール消毒もさ、これ拭く必要ないじゃん。うん。トイレ行ったら、この、棒の代わりに、紙ペーパー置いてるところあるじゃん。放送さんは置いていただいてました。うん。でも、吉本は、切れてる時があります。確かにな、はい、切れてる時どうする。吉本の本社のトイレ行ったら、ほんと、スラム街ぐらい汚かった。残ったシーンとか、バンって散らかってさ、ね、夜な。あの、ウォシュレットのパネルも壊されてるさ。うん。あるわ。吉本の本社のトイレは、ほんと、行ってほしいもんですね。みんな見てもらいたいよね。綺麗なんだけどね。綺麗な時は綺麗なの。うん。時間がね、うん、ありますから。はい、リアクションメールです。ラジオ、東京都葛飾区ラジオネームマーキ。寺内さんの身長ですが、4年に1センチ伸びる計算でいくと、あと56年。つまり、91歳の時に、2メートルの老人大男が誕生すると。200センチですね。うん。一回僕も計算したことありますわ。あ、そうなの？あの、還暦で193でした。赤いちゃんちゃんこの時。でっかいおじさんってあんま、おじいちゃんってあんま見ないもんね。見ないね。伸び続けるおじいちゃんいないけど、ちょっと目指してみたいね。うん、何歳で2メートルって言ったの？91ですね。91ね。うん。まあでもこっからの時代いけるでしょ。91歳ぐらいまで。まあ100年。100年時代って言われてるから。100年ですから、ね。見せてやるわ。2メートルの俺。頑張ろうな。ごめんなさい、僕が死んでます。あなたがどんどん伸び続けるだけです。栄養吸われて。栄養吸われて。お前の栄養吸ってんの俺。なんか俺もちっちゃくなってってる気するしな。いやー、どこまで伸びんだろうね、本当。いや、本当にいつか止まってほしいとは思ってる、俺も。うん。でもあの、みんなに言われるからね。みんなに言われる。大きくなったって。いや、でも猫背やめた時期はあんのよ。あ、そうなの？その3、4年目までちょっと背高いっていうのはあんまり見られないように、ちょっと猫背気味に、生活してたの。いや、じゃあ俺じゃねえだろ、組むの。俺と組んでる時点でもう。それでもでかかったじゃん。でかかった。うん。マイクの位置がもう今も合わないもん。うん。うん、だけど、その5年目ぐらいから胸張って生きようって決めて。え？
芸人始めて5年経って。そうそうそう。猫背やめた。売れなくて。うん。5年も。もうちょっと胸張って生きよう、俺って決めて。うわぁ、馬鹿げてるよ。精神が。そっから、また、目を見張るように背伸びた。いや、だよ、お前が言うことじゃないんだよ。他人が言うんだよ、それ。怖いよ。うん。はい、メール。テーマ。うん。復活してほしいことです。岩手県盛岡市。うん。ラジオネーム、欲しいものは欲しいも。僕が復活してほしいのは、うん、お菓子のカールです。あカレー味が一番好きでした、うんうんうん。早急に販売を再開してほしいです。え、今ないの？関西だけ発売し、販売してる。あ、関東にはないんだ。関東にないんだ。どこだって書いてたっけ場所。岩手県。岩手県か。だからないんだよ。カールね。でもなくなったら嫌なやつは終わるけど、でもカール俺そこまでだったんだよな。いや、僕もほぼ食べてない。お菓子自体ほぼ食べてないからさ。それなのに大きくなって。ご飯とかしか食べてない。ピザ？ああ大きくなっちゃう大きくしてくれない大きくしてくれないです。もう時間の無駄ということで。もうあの、大きくなっちゃう。呆れてます。もうやめてくれと。コーナーじゃねえんだぞ。コーナーじゃねえんだ。ここもうやめろと。ラジオネ、あ、東京都、葛飾区、ラジオネームマーキー。はい。私が復活してほしいのはマックポーク。あんな美味しいバーガー他にありません。しかも当時は100円。安すぎます。醤油ベースのスパイシーなタレだったよね。うん、でね、豚肉のね、パ、うん、パテというかね。あったあったあった。美味しかった。懐かしい。チキンクリスプとマックポークはめちゃくちゃ食べたな。それで大きくさせてもらってたよね。大きくなったね。でもその、思春期はもうそれ。いや、ほんとそうだと思う。100円マックでね。100円マック。100円マックってすごいね。今思うとすごい、ね。今思うと。だってハンバーガー70円とかだったよね。な、そうだ。うん。だって吉野家とかもう270円。250円。やばデフレの時だ。ありがてー、今だったら。そうだね。結構超えちゃうもんね、500円。あ、超える超える。うん。そっか。いやー復活してほしいな。でもマックポークは復活できそうだけどね。チキンクリスプみたいなのはさ、なんかあったよね、今やってるよ。あるあるある。なんかチキチーみたいなやつ。うんうんうん。だからそのマックポークは復活してほしい。確かに。でも最近はもう夜のポテ投げセットの特大しか頼まないからさ。ね。L ポテト2つと投げと15個。それパーティーの時やるやつ。いや一人で。やめて。あとダブルチーズバーガーとサムライバーガー。ええバーガーあと期間限定のやつ1個。で、ストップ。ストップ。いやいや、もっと高い店でやってください。そんな。うん、それはやっちゃう。総額でいくらぐらいの？それね、調子いい時は2000円超えちゃうんだけど。調子悪いよ、それ。激悪じゃねえかよ。マックで、マックで2000円超える人いんの？超える時ある。え、マックで2000円？飲み物は頼まないの、俺。なんで？水でいいから。コーラとか炭酸好きじゃないじゃん。だからファイターの食べ方してるのそれ。フードファイターの。バーガーとポテ投げ、夜マックのポテ投げ特大。でいいの。嫌な客。そういう飲食業ってジュースとかで儲けてんの。いや、ジュースはあんまり。嫌な客。飲まない。またあいつ来たよ。また来た。ポテ投げだぞ、ポテ投げ。もうポテ投げろ、ポテ投げろ。ある分全部やる。やる。また来た。明日も来るんだろうね。確かになぁ。おもろ。悔しいなぁ。何が悔しいんだ。東京都葛飾区、ラジオネームアルトピエロ。はい。私が復活してほしいのは、うん、ノープランです。懐かしい。うちピーだ。うちピーだ。内村プロデュース。あったね。いや、だからもうその世代バチバチだね。背景、風呂の。なんだっけ。上からだっけ。みたいなやつ、みたいなやつですよ。あったあった。うわぁ、懐かしいなぁ。その、有吉さんが猫やってたもんね。確かにね。キャッツのやつね。うん。あれで有吉さんがなんかこう、一発屋芸人みたい感じですごいいじられてて、うん。人んちの風呂入ってて。最高だった。の時代だ。金玉職人ね。玉職人。うん。うん。だるまさんが転んだみたいなやつなんだよ、ね。やってた。その、露天風呂で。わ、懐かしいな、皆さんのね、知らない世代の方はぜひね、見てください。すごいですから。面白かった。うん。東京都府中市、ラジオネーム、ゆでた孫。うん。僕が復活してほしいのは、うん、スマップのソフトバンクの CM です。あれに勝るかっこいい CM はありません。あったわ。ちょっとわかんないかも。
もうでも2010年前くらい、2008年くらいかもな。そんくらいですよね、多分。何、どんな？いや、なんかかっこよかったのよ。なんかね、あの、カラー、おのおののカラーを、でこう、いろいろ、なんて言えばいいんですかね、歩くんです。ええー。え？そう、階段降りながら電話かけんだ。そうだ、そうだ、そうだ。ウェルカム、ようこそのやつ？ああ、あったかも。かっこいいんだよ、あれ。てかもう。CM か。CM ってる、スマップ復活してほしいな。確かに、この茹でた孫は別にスマップは復活してほしくないんだ。スマップの CM が見たい。CM だけ見たいだけだから。珍しいよ。楽曲とかあんま興味ないらしい。その、解散とかしちゃったグループとかやっぱ復活してほしいなとかありますよね。株式会社 TOKIO？ いらないです。株式会社。嵐でね、復活してほしい方いっぱいいるんじゃないですか。あと同期の E-Girls とかね。E-Girls？ 同期なの？LDH の同期。あ、俺ら同期なの、うん、?LDH って今やってたら12年目なの？E-Girls はね、デビューが俺らと同期。2011年、ね。復活してほしい。同期って言わない方がいいよ、あんまり。芸人以外の人。芸人以外の人はもう同期って言わないよ。悔しいな。あ、そうなんだ。滋賀県草津市、うん、ラジオネームいろはにほへと生き抜くぞ、うん、僕が復活してほしい CM は長谷園の CM です。何の、誰かもわからない男性が何も喋らずにただただ夢中にお茶漬けを食べている姿はすごく食欲がそそられ今でもよく思い出します。確かに僕が復活してほしい CM っていうテーマで送ってきちゃってるな。うん、もうそれで連なっちゃってるんだね。え、CM って一回か言った？一回も言ってない。言ってないでしょ？言ってないけど、CM で送ってきてる。でも、ちゃぶ台みたいなやつだよね。ああ、そうそうそう。カッカッカッってあの音で。え、そのシリーズでさ、力士の人が食べるパターンもありましたね。あ、あったあったあった。でも、初代のこの、多分社員さんっぽい男性。うん、いや、まあ、俳優さん使ってるの。俳優さんなのかわかんないけど。普通にね、ただ食べるだけ。男性が、成人男性が普通に食べるみたいな。覚えてるわ。だからそういうのがあるからかわかんないけど、僕、長谷園のお茶漬け家に絶対あるもん。え？絶対ある。ええー。うん。で、今でも時々食べるってこと？食べる。あ、そうなんだ。朝ごはんみたいな感じで。でも無言で食べるっていうのは、うん、これ見て僕、やっぱ YouTube チャンネル始めたっていうのもあるぐらい、師匠よ。あなたの？長谷園が師匠。あ、そう、あれ見てやってんの？うん。うん、やっぱ何も言わ、うまいとかも言わずに、表情と吐息だけで。喋んないよね。そうでしょ。うん。それを僕は YouTube で表現してるからずっと。表現？嫌な言い方。言葉を使わずに、その、ノンバーバル。ん？こと、言語いらずで。なんだ？全世界に伝わるのを表現してるの。漫才師やめろ。今すぐ。チャップリン見てみたいな。漫才すんな、お前。いや、でもなんか師匠だな。人一倍声でけえくせに言う。声だけじゃねえよ、でけえのよ。あらららららら。参ったね。ヘラヘラすんな、おい。ラジオネーム、マイスは坂道発信。あ、マイス、久々だ。復活してほしいことですが、うん、ウォータリングキスミントのガムが復活してほしいです。うわ、唇を手で拭う CM がセンセーショナルだったことを覚えています。うん、センセーショナル。あと、うん、5年前も同じようなことを話していた気がします。復活だね。これが復活だね。あ、これ5年前も読んだのかな、これ。うん。ウォーターリング、懐かしいね。小林さん好きだよね。みたいなやつ。あ、ウォーターリング。当時、食べてた記憶あるもん、なんか。めちゃくちゃ食ってた。うん。あれだってさ。あれもう、取ると袋から取れてるやつだよね。そうなの。ガムが。めちゃ食ってたわ。板ガムみたいな。なんであんなよだれ出んのあれ。なんか変なの入ってんのあれ。ウォーターリングガム、そうだ。すごいよだれ出てなかった。ああ、大丈夫なのかなあれ。大丈夫なやつあれ。だからなくなっちゃったかな。よだれ出す装置が、よだれ出す物が入ってるってことだよね。ねえ。だから、確かに。で、今もう見ないもんね。スケベだよ、あれ。いや、でも、安全だよ。安全、もちろん安全だよ。でも今はもう見ないね。探せばあると思うけどね。あるのかな、ウォータリング。あるんじゃない。でもガム自体が見なくなってきてるから。だって、あのガム見ないよ。剥がすと。いい、剥がすと取れてるガム。ね、3回も喋ることじゃないよ。あれだって革命じゃない。俺、粒ガムかぶと買うときってすごい嫌なの。うん、あの、パッケージのさ、一番上のこの赤い線取るとさ、うん、蓋側に1個つくじゃん。つくよ。あれは1個食うからいいんだけど、うん、その、下側のボト、その紙に包まれてる間の1個。ごめんね。うん。あいつのどう扱えばいいの？
あれ人にあげるようなんだよ。無理だよ。あれは人にあげんの。お前友達いるやつの話すんなよ。一人で食べるんだよ、もう30代過ぎたらガムは。じゃあ2個食べ、大きいんだから。ちっちゃい、サコッシュとかにさ、必ず出るじゃん。え、何その熱量。いや、俺ガム、あの粒ガムだけは納得いってないのよ。なんで進化しないんだろう。だから粒ガム買わなきゃいけない。だからウォーターリングなの。出たら剥がれるやつ。何回も喋る話じゃないんですよ。あれ革命だった。勘弁してください。革命だったのに全然いかないんだよな。勘弁してくれ。粒ガムのね。二回も赤いのが、赤いのが全然納得いってないんだよ。曲始まりますよ。はい。ここで一曲です。スーパービーバー、成功法。ステーションに全国ネットで生放送中、ランパンプスのオールナイトニッポンゼロ。ランパンプスのオールナイトニッポンゼロ、最後はこんなコーナーをお送りします。小林義行の会津ホッケー教室。アイスホッケーが盛んな町、北海道釧路市の小林さんはアイスホッケーが大の得意です。そうです。まずは初歩的な質問なんですが、小林さん、アイスホッケー歴は？歴は何歳から？やってたのは小学校1年生からですね。何歳まで？高3まで。何年ぐらい？12年。12年やってましたね。そのなんかリーダーとかになってたんですか？あ、キャプテンを小中高全部やってました。あ、全部小中高キャプテン。全部やってました、キャプテン。相当うまいと。まあ、普通に上、そうですね、上手な方だと思うんですけど。で、その街的にも全国レベルの。そうですね。日本代表の人に骨折られましたし。その怪我して、対戦して。はい、そうですね、うん。そんな小林さんですが、アイスホッケー関連の仕事は来てません。というわけで、リスナーから寄せられたアイスホッケーの素朴な疑問に答えていただき、これを聞いた関係者に、アイスホッケーの仕事につなげていただこうと。いいんですか皆さん。はい。なので、ここでアイスホッケーを知ってる、詳しいよっていうのをアピールしていただきたい。アイスホッケーキャラをつけて、いけると。そうこれをそのね、この日本放送さんでやらせていただけると。で、やっぱルールもよく分かってない。全然教えます。初歩的なところの質問があるから、はい、今日はこのラジオでアイスホッケー教室をぜひぜひ皆さん興味持ってください。香川県観音寺市、ラジオネーム、はい、ガイルガーゴイル。はい。アイスホッケー選手は、うん、はい、翌日の朝早い時、防具をつけたまま寝ますか？何ですか？何ですか？やっぱ遠足とか、何ですか？結構次の日の準備して寝たりするじゃん。もう一回教えてもらって、何で言いました？アイスホッケー選手は翌日の朝早い時、はい、防具をつけたまま寝ますか？寝ませんよ。それは、その朝起きて防具つけてから行くってこと？それとも、もう防具つけてる状態が普通だから寝る前とかのレベルじゃないよってこと？何ですか？どっち？どういうこと？つけませんよ。防具つけないで、寝ますし、プレイすんの？プレイする前につけますよ。で、寝るときもつけるんだ。寝るときつけるって何から身を守ろうとしてんの？ね。ラジオネーム、リンゴリン。はい。アイスホッケーをやってる人は、うん、ネットで物件探しするときに、うん、床が氷という項目にチェックしますか？なんですかこの音は。まずこれでもやっぱ必要でしょ。この音はまず何ですか？シュッパンみたいなやつは。オートロックとかはいらない？小林さん、まあ男なんで別にそんなに。宅配ボックスは？あんま別に大丈夫っすね。ペットは？ペットも別に大丈夫です。じゃあ床に氷は何ですか？何をおっしゃってんすか？あったらいいか。何を、北海道帯広市。あ、北海道帯広なんかすごいじゃん。ラジオネーム、スカーレット・ジュン。知ってますよ。結構アイスホッケー。リンクの上でお味噌汁を飲んだら、美味しいですか？うん、これに関してはね、美味しいよ。これに関しては美味しいよ。そう、やっぱり。これはリンクの上限らず、これは美味しいよ。リンクの上格別？朝がいいね。防具つけたまんま？防具つけないですよ。
あのね、あのリンクとか関係ないのよ。氷の上とか関係なくて、お味噌汁は美味しいよ。ラジオネームパイナップル。はい。フィールドは寒いですか？もうフィールドって言ってんじゃん。どうなんだろう。フィールドって言ってんじゃん。リンクなのよ。意外と寒い？寒いよ。寒いよ。寒くなきゃこんねえべ。だからお味噌汁が美味しいんだ。そうだろうね。寒いとよりね。でもお味噌汁はどこで飲んでも美味しいよ。なんかアイスホッケーに合う具材とかあんの？ないですよ。具材って何？ご存知？じゃあ。パックとかなんかさ。パックって黒いね。玉ですね。とかを入れたりすんのかなと思って、お味噌汁に。言えませんよ。何を言ってるんですか、あなた。鳥取県米子市。うん。ラジオネームファンタスティック原田。はい。スティックに味噌マヨをつけて食べたら、ハイボール何杯いけますか？いけませんよ。だからなんなんこの音。何シュート打つの？スティックよ。スティックに味噌マヨ、うん、で、キュウリ。セブンとかは味噌マヨじゃん。いや、その、スティックが、野菜スティックの話してんのよ。なんで聞かないの？香川県観音寺市、ラジオネーム、ガイル・ガーゴイル。さっきの人とか。スティックを生で食べるときにつける、おすすめのディップソースを教えてください。パンじゃなくてさ。いや、味噌マヨじゃないと思うんですね。スティック、あなたが言ってるスティックは野菜スティックです。うん。アイスホッケーのスティックというね、あの、木の棒に関しては何もつけない場合。そのまんまでいくの？つけるんだとしたら、ローね。ローをこう削ってつけたら滑りが良くなるから。歯応えも良くなるの？歯応え食べません。カーボンですから。味噌マヨじゃないんだ。カーボンでできてるんですよ、あれ。大人になるとやっぱ、ちょっと塩でいっちゃうとかあるの？子供の時はローだけど。ね、その、なんか、身内に不幸が起きたら塩でいくでしょうね、多分。ラジオネームカレーより林。はい。やっぱり、学生時代なんかは、マグマホッケー部とは、犬猿の仲なんです。何を言ってるの？アイスホッケー部とね。マグマホッケー部は、やっぱ犬猿なの。マグマホッケー部ご存知なのじゃん。マグマホッケー部ってだって、その対極にある競技でしょ。違う違う、属性でやってないのよ。マグマの上でホッケーをやる競技があるのだとしたら、特製のシューズ履いて、マグマホッケー部。マグマホッケー部がいるんですよ。マグマホッケー部なんだったら教えてごらんなさいよ。香川県観音寺市、ラジオネームガイルガーゴイル。またか。野生のアイスホッケー選手に畑を荒らされてとても困ってるんですが、苦情の窓口は日本アイスホッケー連盟でいいですか？イノシシのとこです、それは。イノシシのやつですね。香川では出るっぽいね。香川にはそれ、イノシシをアイスホッケー選手って言わないでください。野生のアイスホッケー、防具がつけてんじゃん。イノシシは防具つけませんよ。イノシシは防具つけませんよ。やっぱ取れたてのスティックがいいんじゃない？いや、うるせえよ。北海道ラジオネーム完売テイスト。はい。アイスホッケーは氷上の格闘技と呼ばれていますが、ありがとうございます。幼少期からカッサカサの乾燥肌である僕は、皮膚上の架空請求と呼ばれていますか？呼ばれていますか？どうなんだろう、呼ばれてんのかな。呼ばれてないんじゃない。米子市ラジオネームファンタスティック原田、うん、アイスホッケーやったらジュディマリは再結成しますか。します。どうなんだろう。します。じゃあマグマホッケーやったら。マグマホッケーやったらするかもね。なんだお前。5年ぶりに復活、ランパンプスのオールナイトニッポンゼロ放送中です。ネギョンスティンキンガンガンジュリンカチューシャ買うのは来週。ウケンストンピーニキンスタンジュリンに叩ききゅうりを毎週。はい、お送りしてきましたランパムスのオールネット日本ゼロ。ここで日本放送でお聞きの方とはお別れとなりました。聞ける地域の方は引き続きお付き合いください。はい、ということでございました。改めまして、単独ライブの告知させてください。はいはいはい。ランパムス単独ライブキングパワー6月26日日曜日13時からです。先行の発売が、5月14日土曜日の11時から、一般発売が5月21日の土曜日10時からです。場所は吉本有楽町シアターです。日本放送のすぐそこですね。そうですね。やらせていただきます。有楽町でやります。何かのご縁か、はい、ぜひぜひお願いします。この告知をね、このラジオで、うん、初めて、させていただこうっていうことで、うん、あの僕たちの口からは初めて言ったんですけど、うん、はい、もうあのランパンプスインフォは知ってましたね。なんでつぶやいてた。怖っ。おとといぐらいに。なんでどっから多分もう知ってる人は知ってたっぽい、僕らが言う前に。え、なになに、どういうこと。インフォなんかインフォっていうアカウントがツイッターであって、
なんだ吉本の人がやってんのかな。ランパンプスのツイートを情報してるその有志の方がやってる。公式ではないですかね。すごい情報なんだやっぱインフォって。なんですか。なぜかもう知ってる人は知ってるらしい。当てたんじゃない。予言ってこと、うん、予言者なんて。お前あるぞって。お前を超えた予言者がいる。ランパンプス単独あるぞってつぶやいたらもうすでに怖。すごいよ。参ったね。だからこれが初じゃないの本当は。なんでやねん。リアクション来てます。東京あ京都府ラジオネーム回るダイヤル、はい、寺内、うん、ノンバーバルとか生きる前にハンカチ持て。うんか持つか。いや持つかハンカチなんて持つか持て。本当におかしいよ。明日買いな。なんかさはハンカチ持った方がいいよみたいな感じで送ってきてはいらっしゃるけど、うん、俺大半は持ってないと思うよ。いや持ってるって。いや持ってる側は言うって。違う違う、持ってないことがダメなのにみんな持ってないよ。はあなたは本当に大人じゃない。いやでも持ちなさい。持った、持ってもいいけど、使わねえぞ。いや、使えよ、持ってんだから。いや、持ったところで、同じハンカチずーっとバッグの中入ってるだけだよ。もう、だ、どのタイミングで洗うの？ 10 個かい？毎日洗うの？毎日洗うよ、そりゃ。ハンカチを？いや、そりゃ違うハンカチいっぱいあるもん、家に。ほんとかよ、俺、信じらんないな。何で締めるのこの話。お前がうんこだけだから、ね、流れてきちゃったよ。はい、ということでございまして、ここまでおしゃべりしていましたのはもうちょっとありますか。はい、ということでございまして、メールがございます。感想ですね。岩手県ラジオネーム、はちみついもけんじ、初めての新規リスナーです。ランパンプさんがこんな面白いとは知りませんでした。また機会があったら定期的に復活お願いします。それではまた5年後お会いしましょう。5年やだはい、ということでございまして、ここまでおしゃべりしてましたのはランパンプス小林由紀、そして寺内由紀でした。ありがとうございました。ランパンプスのオールナイトニッポンゼロ。はい、ということで、はい、まあそろそろお別れでございます。そうですね、うん、地方局日本放送以外の、うん、そう当時は90分だったけどね。そうですね、120分やって。どうでした。いやー楽しいね。これ何なんだろうね。ラジオ、まあ毎週やってたわけですからね。でもやっぱ27時って遅いよね、うん、シンプルに思うわ。なんか、だから4年間空いてやるからさ、うん、あ、そうそう、この時間に仕事するっていう習慣ね。習慣がないもんね。うん、すごいわ。だって終電で行ってさ、始発で帰る。始発で帰る。そうだよね、そのタイミングだよね、時間的には、ね、ご飯はいつ食べればいいのこれ。いやでも僕はもう来る前に有楽町のシエシエっていう中華料理屋さんで食べてきたから。何食べたの。豚キムチ定食の大盛り。大盛りとかすんなって。いや本当はラーメンもつけたかったんだけど、やっぱ昼間にポムの木の L サイズ食っちゃったから。何をしてるんだお前。だからさ、そのさ、まあ、サイズを落とすとこから始めないの。そのキングパワーを食べるとかさ、なんかそんなんかってやってくる。ポムの木の L サイズが思ったよりでかいのね、あれ。だから肝臓のサプリ飲んでるわけでしょ、うん、肝臓がもう耐えきれてないのよ。あなたの食欲。いやでも代謝上がってるから、キングパワーのおかげで。上がってないよ。大丈夫だよ。筋トレもしてるし、プロテインも飲んでる。シミケンじゃん。シミケンも今日食べたんじゃない、ポムの木。どうなんだろうね。どうなんだろうね。返しがどうなんだろう、シミケンはね。いやいや話してみたいね。一回シミケンさんと。ねえ、ゲストで呼んでみたいもんですね。シミケンさんと対談。うん。うん、そうですか。キングパワー知ってるかどうかから。で、あなたでしょ、ゴルフも日焼けるために行ってんでしょ。日焼けるためじゃ、日サロのためじゃない。ゴルフするために行ってんでしょ、ゴルフも。いやいや、そう、日焼けはちょっと気にしないといけないね。うん。さすがに。ゴルフもさ、あなた、ね。うん。最近始めて、将棋も好きでしょ？うん。もう、おじさんじゃん。だから、その年になってもできる。35でも。35から始めて、うん。おじいちゃんになってもできるものを全部。で、ゴルフは2ヶ月ぐらい前から？そうだね。
コースとかを行ったのは2ヶ月前かな、初めて。どんぐらいなの、その、あの、スコアみたいなの。最初は150だった。まあ、初心者ね。で、2回目が130。お、減らしてきてる。うん。で、今は？今2回しかまだ行ってない。ああ、そうなんだ。うん。だから次はもう、110目指しようかな。だる。キモ。ヘラヘラすんな。いろいろ目指していきたいなっていう目標はありますよ。もうさ、今はさ、うん、大体のプロゴルファーより身長でかいわけじゃん。プロフィールで言わないでよ、うん。プロフィールだったらお前ドラコン出るよ。そうだね。186センチ、90キロの人って、うん、プロなのよ。何かの。そうだね。だから、日本代表のサッカーとか見てもさ、うん、僕より背でかいのに2人ぐらいしかいないのよ。キーパーとディフェンターの大体僕の方が背でかいからさ、うん、だからさ僕はさ167センチ、うん、55キロぐらい。やっぱさ日本代表のプロ野球選手とかさサッカー選手見てもさ、いや大きいな、いやこんなこと、こういう何体格になりたかったなって。恵まれてね。恵まれた体格。あなたはさ恵まれてる体格だよね。お、お、俺この日よりでけえっていうのが結構ある。あ、そうなんだ。なんで漫才してんの。確かにね。漫才としては別に恵まれてる体格ではない。あ、漫才のための体格じゃない。うん。あなたは何かしらのスポーツだよ。確かに声拾わないしね、俺の声。そうだよ。マイクの高さが違うから。まだ恵まれてないよ。ああ、そうか。なんか今からでも。いや、なんか慣れるよ。バスケットボールとかやってみようかな。いや、バスケはちょっと小さくない。小学校の時ミニバスっていうのやっててさ。小さいゴールのやつね。そうそうそう。うん、5人出れるんだけどさ、うん、6人その小学校から、うん、希望選手いて、うん、僕補欠だったんだよね。その学校で一番背高い俺が。ベンチに俺がいんの。小さい時から大きいんだ。そう、小さい時からでかい。小6の時163ぐらいあったけど。向こうのさ、選手たちはさ、うん、あれ手抜いてるって思うよね。そうそうそう。向こうに一番、でかいやつがベンチ。一番でかい。練習の中でも、ぐん抜いて俺がでかい。で、あっちに控えているわけでしょ。控えてる。うわ、やばいやついる。うん。で、試合出ないまま終わる。負けてんのに。あいつがいつ出てくるんだ。もう20点差だぞ、おい。どうすんだ、あいつ出てきた。試合出たことない、俺ミニバスで。小学生って大概みんな出すのに。そこまで下手だったんだ。うん、少年野球もやってた、俺。あ、野球もやってたの。そうそう。菅野じゃん。ピッチャー。小学校で一番背高かったんだけど、うん、7番ファーストだった。7番に一番体格いいやつが控えてる。下位打線と言われる、7番で。クリーンナップの人よ。うん。エースで4番の体格してんだよ。エースで4番の体格。7番ファースト。ファーストはでかいからだろ。ファーストでかいから。いやね、補給するね、うん、心が。7番当たんねえから。運動できないんだよ、俺。体格だけ恵まれてんの。いや、そうなんだ。中身がスカスカなんだ。そうそうそう。だから将棋とかやっちゃう。頭で。うん。そうだね、謎解きとか。謎解きとか。邪魔邪魔邪魔。関係ねえの。謎解きとかあなた趣味でしょ。うん、謎解き界で俺一番でけえかもしれない、もしかしたら。謎解き好き界で。謎解き好き界で俺一番でかいかも。でかいね。だって将棋なんてさ、うん、何がいいって上から見れるぐらいじゃん。盤を。そうだね。上から俯瞰で見れるぐらいの話。うん。だって、あなた覗き込んだら前の人の頭入ってきちゃうよ。もうあの、棋士で僕よりでかい一人もいないもん。プロフィールとか見ても。あ、そうなの？過去そういう人はいらっしゃったみたいだけど、今現役では。なんかやんなよ。藤井聡太さんより背でかいしね。当たり前だろ、これ。そこだけは。お前は誰よりもでかいんだから、基本の。うん。あなたより大きい人がプロなの。で、ポイントはまだ伸び続けてるってところ。そうだね。うん、そこは気をつけてほしい。で、キングパワーで、うん。また横にも、縦にも伸ばして。だから次、もし4年後とかこれ復活するときは、うん、187の寺内なんで。あら、また一個、はい。皮が剥けた。そうですね。あ、そうですか。聞いていただければと。うん。キングパワーもね、見に来てほしいですね。本当の寺内の大きさをね。関係者の方。関係者の方、本当にでかいですよと。そうだね。うん。見てほしいですけど。メール来てます。ラジオネーム、ホイッピー。はい。単独の名前。僕はハンカチも持たないゲボ人間です。最悪。後ろ。うんこだの、ゲボだの。やめてよ。汚いこと言わないでよ。でも決まっちゃったんだよ、キングパワーに。うん、ごめんね。次ね、次の単独ね。いやでもあっという間の2時間でございました。そうですね、うん、早かったね。4年ぶりでございました。また、枠が空いたら
幕が開いて、はい、ね、そのいい季節になったらいつまでも待ってますから、その間はね、八木亜希子さんのラブ&メ メロディーが、うん、準々レギュラーとしてゲストを呼んで、かっこ準レギュラーですね、はい、趣味の話させていただこうと思う。僕もね、都営バスもう一回乗ろうかな都営バスのね、そう、都営バス好きだみたいなので乗ってましたもんね。そういうの方はね、ぜひ楽しみにしといてください。また日本放送の方にもね、来させてください。はい、お願いします。はい、お願いします。魂はね、浮遊し続けるんです。はい、風雲児として。ああ、久々に聞いた。久々に言ったわ、風雲児ですから我々、はい、ということでございまして、ここまでおしゃべりしてましたのはランパムス小林よしゆき、そして寺内ゆうきでした。ありがとうございました。またお会いしましょう、はい、さようなら、さようなら。